ビーバドゥービーはフィリピンいろいろ生まれロンドン出身のイギリス人でシンガーソングライター、インディーロックミュージシャンである。2018年から2019年にかけて4枚の EP をインディーレーベルダーティーヒットからリリースし、レーベルメイトのザ・ナインティーンセブンティーファイブやクレイロのサポートアクトを務める。2020年のブリッドアワードではライジングスター賞にノミネートされ、NME アワーズでは レーダー賞を受賞した。また BBC が期待の新人を発表するサウンドオブ2020にも選出される。2020年に TikTok でバイラルヒットしたパウフーの楽曲デスベットにビーバドゥービーの音源が使用され、フィーチャリングアーティストとして世界的ヒットを記録する。2020年10月にデビューアルバム Fake It Flowers をリリースし、 10月29日付の週刊前英アルバムチャートで初登場8位を獲得した。2000年6月3日、ビーバルービーはフィリピンのいろいろ市で生まれ、3歳の時に両親と共にロンドンに移住した。10代の頃はカレン王イェイイェイイエス、フルーリスト、アレックス・ジーなどのインディーロックを聴いて育つ。彼女は7年間バイオリンを習い、17歳で、 初めて中古のギターを手に入れた。ギターの弾き方は YouTube の練習動画を見て独学で習得した。ビーバル a ビーがギターで書いた初めての曲はコーヒーで2017年9月に同曲とカレン王のザムーンソングのカバーを公開した。コーヒーは YouTube で30万回以上の再生回数を獲得しダーティヒットレコーズからのオファーにつながる。 同レーベルと契約し、2018年2月に、デビュー EP、ライス、12月に2作目の EP、パッチッとアップをリリースした。2019年1月、ビーバドゥービーは NME が、毎年発表している、期待の新人のリスト、NME100 にビリー・アイリッシュと共に選出された。4月に3作目の EP、ラベワームをリリースする。9月、 ビーバドゥービーはクレイロのツアーのサポートアクトを務めた。10月には4枚目の EP、スペースカデットをリリースする。10月25日には NME の表紙を飾った。12月、ビーバドゥービーはブリッドアワードでライジングスター賞のショートリストに選ばれた。さらに、毎年恒例の BBC が期待の新人を発表する音楽評論家投票。 サウンドオブ2020でロングリスト入りを果たす。野外フェスでの演奏2020年2月、NME アワーズでは、レーダー賞を受賞し、受賞式に出演した。またこの月、レーベルメイトのザ1975のツアーのイギリス公演にサポートアクトとして出演した。4月に予定されていた同ツアーの北米公演でも、サポートする予定だったが、 新型コロナウイルスの流行により延期となった。2019年にビーバドゥービーの最初の楽曲、コーヒーのサンプルがカナダのラッパー、パウフーのシングル、デスベットに使用された。この曲が2020年初頭に TikTok でバイラルヒットとなり、ビーバドゥービーにとって初の公式チャート入りとなった。同曲は20年4月までにイギリス、オーストラリア、 ニュージーランドを含む複数の国でトップ5入りを果たしたほか、アメリカとイギリスではプラチナディスクの認定を受けるなど世界的なヒット曲となった。ビーバ・ドゥービーはインタビューで自分の最初期の歌が加工された楽曲が大ヒットしたことに困惑し複雑な感情を抱いていることを明かしたが多くの機会を与えてくれたことに感謝しているとも述べていた。2020年7月14日、 デビューアルバムからのリードシングル、ケアをリリースした。その後、ソーリー、ワースイット、ハ How Was You Are t h e o w Was You a とやーと先行シングルを次々とリリースする。10月16日、デビューアルバム、Fake It Flowers がリリースされ、批評家から高い評価を受けた。スタジオアルバム、ありがとうございます。